天草市有明町の市道です。釘はおよそ4メートルにわたり20本ほど、そして白線の上あたりに集中して落ちていたということです。釘が散乱していたのは天草市有明町の赤崎から筋までの市道です。警察によりますと、5月初旬から今日までに釘がタイヤに刺さりパンクしたという相談が13件あったということです。こちらの工場が請け負ったのはパンクした車4台ほどの修理。この真ん中とかにこう普通に刺さってますね。こう全部。昨日も被害を受けた車が持ち込まれたといいます。全然錆びついてないですね。そうですね、廃材とかじゃなさそうですね、はい、でもこんな感じで刺さってたり。タイヤに刺さっていた釘を見せてもらうと、まっすぐではなく尖った先が上を向くような形になっています。曲げてやるんじゃないですかね。ここは加工してやるんじゃないかなと思いますけどね、はい、前はどこかな。ここですね。ああ本当だ。ここ修理後ですね。今月11日にタイヤに刺さった釘に気づいた市道沿いに住む男性。釘は家の前にも落ちていました。昨日はここに、この前このように、ここ10本ぐらい。通学路のやっぱ歩けんが、子供が通るけんですね。危なかけんですね。車がパンクした人は他にも。こっちやった。だいたいもうこの辺のことだったですな。ガーガーガンコスってね、本当に。まだ走られん。ね、怖いですよね。怖か。釘はおよそ4センチで、警察がこれまで100本ほど回収しましたが。こちら、港の駐車場です。こちらに、カタカナのコの字をしたような、もう変形したような釘が落ちています。これは本当、パンクしそうですね。警察は、故意に釘をまいた場合は、道路交通法違反に当たる可能性があるとしています。